はい、どうも、ちかしです。まあ、今回からですね、新企画ということで、まあ、ポジティブなことしか言わないガチマッチ、まあ、やっぱりね、僕 YouTuber ってくくりだと思うんですけど、まあ、ネタがないんで、どうしてもキャンピングシェルターだけだと、やっぱりシリーズ系、毎日投稿できる系どうしようかなって考えたんですけど、まあこれでいいかみたいな感じでポジティブやっていくんで、面白かったと思ったら高評価とかコメントしてくれたら励みになりますということでやっていきます。まあいいですね、初動マジで最高っすねこれ。はい、それやっていいよ。これオプソナーも壊せて偉すぎる。頑張れ味方、来い。ナイス、ここ持って偉い。うわ、近くない、いいね。これ初手で関門突破。てかこれもう一生戦えるムーブだ。これ一生前線ムーブいくわ。いいね、いやーしゃーない、偉い。対面強気に行って偉いわ。いやごめん、いやナイス、生きて偉い。いやまいで、ナイス、イカロール、うまうますぎ。いいよ、いやローラーなのに矛あって偉い。からのエラーグレートバリア、ナイスすぎ。ナイス、いいね。やばい、めっちゃ強えぞこれ。これめっちゃ強えぞ味方、最高すぎ。そう、俺普段ね、なんか配信中とかだとなんか結構なんでみたいな、でも味方批判多いんで、やっぱこの配信の強制、配信スタイルやっぱね、いいことばっか言ってた方が見てる方も気分いいからね。いやー惜しい、偉い。4回スライドして偉すぎるマジで。ナイスナイス、カワー偉い。いやお前マジでうまい、マジでうまい。2人持ってって偉すぎる。いやこれ、いや偉すぎる。生存もジャンプも偉い。いやこれナイスアウトは俺に投げてくれるでしょ。オッケーオッケーオッケー、取るよ。これ取れてないのも偉い、やっぱ逆に偉い、逆に偉いね。これうわ死んで偉い。タイミングも悪くない。まあ、ここで俺がキルを取っているから問題ない。もうすべて解決。これシールドちゃんと貼れて偉いな、相手もなかなか。これシールド貼るのはマジで辛いですからね、キャンプ。辛くないですね。シールドが貼れて偉いので、うわ、ごめん。だけどまあカバーできて偉い。カバーできて偉すぎる、俺。こっから、まあ、生存、お互い生存偉いね。これ、お互い偉いポイント1つけましょう。つけときましょう。いや、これね。いや、いいっすよ。これ、吸引器、もったいぶらずに吐くの偉いな。いや、ナイス、生存。生存偉すぎるし、ここ持ちが偉すぎる、マジで。いや、こいつマジで吐かせんな。ナイス。抱え落ちたのは偉い、普通に。次すぐ吐けるからね。相手のスクスロー、抱え落ち偉いな。ボム踏んだけど、偉い。いやこれ無理に前出ないの偉すぎるな、やってるし。これ矛がマジでいいわ。これ矛章を丁寧に使っていくのもマジでいいね。いやこの地味な塗り、地味な引っかかりをなくす塗りも偉い俺。いやこれナイス玉誰も知らないの偉すぎる、やばい、えぐい。いやーまあ相打ち偉いですよ。バレてないの偉い、これ。いや偉すぎ、いや、偉すぎる、これ。みんながみんな偉い。ビーコン置いて。いや、これ。いや、これ乗れないぞ、ごめん。いやー、でも乗って偉い。ボコボコのパージに乗って偉すぎる。まあ、それで2キル発生してるからでもないですけど。ゾンビっぽいし、なんか吹き早いな。いや、これ、ここは、れるか？いや、矛割り意識高すぎて偉いし、これ多分持つでしょ、味方。だってこいつ、もう一生持ってるもん、これ。洗濯機とかいう最強武器持ってきて偉い上に、洗濯機で矛持ちの意識が高い、偉すぎる、この1キル。うわー、ごめん。縄跳び、苦手なんだね。そんな一面も、かわいいよ。いや、これ一歩引ける俺、偉い。一歩引いて味方の復帰を待つ生存、偉いな。
や、これはでも、いや、ローラー結構いいヘイトだと普通に。まあ、しかもこれ相手矛持たない。まあ、それも一挙。スプラトゥーン楽しんでる。偉い。はい。2戦目も湯の花。偉すぎる、これ。見てる人が飽きてしまう。いや、飽きない。見てる人も飽きない。偉い。最高。やっぱ味方批判がないスプラトゥーンの世界戦最高ですからね。批判しない、褒める、これでもウィンウィンです。負けてもウィン、勝ってもウィン。いや、1枚やり偉すぎマジで。いや、スライド中に当ててくる相手がうまいわ、それは。いや、ここ強気のジャンプ偉いけど、それをしっかりと見ている俺も偉すぎる、これ。で、味方のこのクーゲルに見られていても強気に俺のとこにカバーしに来るスクリュースロシャ、マジで偉すぎる。だからホップソラーに当たりながらの関門突破偉すぎ。これは矛割りがちょっと厳しいな。なんで死んだ、おかしいだろう、おかしくない。うまっ、それはうまいわ、お前、お前がうまいだけやんけ。そんな、誰も攻められませんよって。いや、ビーコン使ってくれて偉い。たとえそのビーコンが死にゆくビーコンだったとしても、使ってくれたらやっぱ嬉しいですね。ビーコンやっぱ置いている側としてしたら、まだビーコンマジ強えわこれ。だからクーゲルシュライバーちゃんと射程使ってて偉いな。いや、うまっ、そのボムうますぎる。ちょっと結構弓がな、さっきうまい印象ついちゃってるから強気に出づらい。うわ、うますぎるわ、それは。普通にデュアル持ってきて偉いな。いや、メガホン偉っ。いや、相手まだ2カウントしか進んでないで、3対4だったのに偉すぎるでしょ。いや、右のクーゲル偉いな、これ。これはこれはもうサイド展開ってやつですね。普通にここじゃない方向から攻めるのは大事。うわ、この、ほんまや、ああ。メガホン重なっちゃったよ。それはメガホンが強いね。いや、偉すぎる、この生存。からの。いや、スライドし、できてて偉いわ、それは。うわ、もうこれ偉すぎる、マジで。その立ち回り、味方を待つ立ち回り偉すぎる。グーの目も出ないわ、これは。もううますぎて。いやー、これは敵が上手だな。味方もうまいけど。敵がうめえわ、これ。いや、てか、これマジでだるいんだわ。だるくないわ。マジで強いわ。弓が。いやー、これでも、いや、これ。偉いぞ、俺。二人こっち来てる。二人こっち来てる上に、関門突破偉すぎや、相手。こっち見ないで矛割り意識あんのマジでいいやつだな。いや、その位置のホップソナ偉すぎ、壊せねえし。いや、落ち着け。なんかブルン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 してるぞ、右奥で。いや、この位置角偉い、マジで。この位置角からのこのポイズンちょいあたりが偉いんだよね。うわ、この位置角も偉すぎる。クーゲルやりたい。そのカバーが熱いんだよな。いや、ちょっとそれは無理やりだけど、その無理やりの押しが偉いんだよな。このカウント28で勝つかもしれないしね、普通に。うわ、パブロ避けんのうまいな。うわ、そのビーコン飛びは強気すぎて偉い。まあ、結果的に死んじゃったけど、ゴーニーガロンなら全然壊す可能性あったからね。まあ、いい、ナイス、ナイストライ。いや、これ真下にいんの偉いな。死んじゃったけど、結果論だからね、死んじゃったのは。動きが偉い。まあ、死んだっていう結果が残ったらやっぱり、まあ、うーんって思われがちだけど、普通にそれまでの過程が偉いわ。俺、過程を見るタイプだから。結果よりまず先に。まあ、結果も大事ですけどね。うわ。エラかける3。エラかける3、ナイス弾来た。うわ、偉すぎ。何この人。どれだけ無双したら気が済むの。うわ、サメライドちゃんと吐けて偉いな。いや、これ裏見てる俺偉い。
ナイス。味方も偉すぎる。まあでもこれ20秒でカウント28はね、結構勝ち確なのに、それでも貪欲にカウントを狙っていくその姿勢、あっぱれ。いやこれホップソナー偉い。ホップソナーってマジで強いからね。まあこれ味方強きすぎるのが偉すぎる。これそのまま勝ちになってしまうんじゃねえの。いや矛割り切らないの偉すぎ。うわリザルト画面偉すぎるよこれ。うわジャッジ君とコジャッジ君偉。かわいそうに。かわいそうではない。耐えたダメージナンバーワンナンバーワンナンバーワン偉すぎるこれ。